だから風切り音が入るからもうしゃあないんですけどね。これ鳴尾浜です。でもうこんな風景と違ってですね、もっと手前のとこなんだけど、キム・デジュンがアンの家から最後船に乗せられるわけですよね。でその船に乗ってヨングム号、ヨングム号って言うんだけど、そこへ乗せられる、それは大阪湾の沖に泊まってた。でそれを鳴尾浜のところからですね、モーターボートで乗せられるんだけども、そのモーターボートが泊まってたのは、平成の初めぐらい。そこで湾岸線のちょっと山川のところからずっと埋め立てたというんですよ。これ海釣り公園ですから、もう完全にこの埋め立てのとこなんですよ。だからこの光景をですね、あれポートピアホテル見えるけど、キム・デジュンが見たかどうかっていうのはそれは分かりませんけれどもですね、もう埋め立てなってのとこを撮っても仕方がないので、まあね、景色から考えたらここの方がまだマシかなと思ってこっちで撮っております。で12時50分ぐらいにですね乗り移ったそうですよ。11時ぐらいから海岸からモーターボートに乗せられたということなんですよね。でヤマハ 28CR という376馬力の高速でやったそうです。林さんというですね、天王寺の定山に豪邸を構える在日の韓国の方でですね、チェジュ島出身で国際観光の社長であった、その方が持っている船が使われておるということですね。で結局これがですね、沖のところまで出て外洋で落として殺したのかと思ってたんですよ。ところがですね、これはもう日本どころかアメリカももちろん分かってますから、ハビブ中間アメリカ大使がですね、金首相に面会求めて青瓦台自体に暗殺するなということで中止を求めてます。でさらにですね、ライシャワー元駐日大使とかですね、キッシンジャー大統領補佐官などの働きかけによって、ロジャース国務長官からもうですね、キム・デジュンを殺すなというようなことで声明が届くんですよ。で結局多分これ米軍じゃないかなというふうに思うんですけども、米軍機がですね照明弾を落とした、それによって、50キロぐらいの重りをつけられて、今まさにも殺されようとしてたキム・デジュンが助かるわけです。でその前にもですね、海保のヘリコプターが八尾から飛んでますね。この辺のところもですね、また説明文のところにはえらい長いんですよ。もういろいろ調べましたけどね。でこれどこが埋め立てなんか分からへんから西宮の役場に聞いたんですよ。でどっから埋め立ててんのって言ったんですけど、これ何調べてんのやっていう話になって、キム・デジュンのって言ったら、キム・デジュンって何っていうわけですね。でパクチョンヒのって言うたら、パクチョンヒって誰って言うんです。さすがにパククネ、娘のお名前は知ってましたけども、パクチョンヒって誰みたいなね。いやそれはね、役場の職員として日本の近現代史がそんな分からんでもええんかというふうに思ったんだけど、まあ、それについて言うたらですね、これ恐縮してますっていう、不勉強ですっていうことは言うたんだけど、これ誰もここの西宮浜からキム・デジュンが連れ去られたというようなことをわざわざですね今になって言うような人っていうのはいてないと思うんですが、やはりこう地元の話ですからね、こっから友ヶ島水路のとこまで出て外洋に出ようとしてたやつがもう一回引き返すわけですよ。さあそういったこともですね、こう地元ですから、もう最後のだから日本の地ですよね、キム・デジュンが、拉致された後に踏んだね、ということでここはやっぱり覚えておいてほしいな、地元の役場であればというふうに思いますね。神戸の街並みでございました。